見八幡市日野町にあるコミュニティカフェスマイルで29日平和が一番コンサートが開かれました。コミュニティカフェスマイルはオーナーの大西博代さんが地域の交流の場にしてもらおうと2013年にオープンしたカフェで、音楽イベントや手作り雑貨のマーケットを開くなど、年間を通して様々なイベントを企画開催しています。中には利用者による自主企画イベントも多数あり、この日は音楽好きの7人のメンバーが集まり結成されたバンドハーモニックスの企画によるイベント平和が一番コンサートが開かれました。このコンサートは毎年終戦記念日に合わせ開かれていましたが、コロナ禍のため3年ぶりの開催となりました。コンサートでは5組の出演者が順番に登場し、平和へのメッセージを歌などで披露しました。このうち守山市在住で今年90歳になる徳田千佳子さんは、戦争の体験談を訪れた人に語りました。徳田さんは戦争について思い出すのが辛く、長い間口を閉ざしてきましたが、自分の子や孫たちが二度とあのような悲惨な体験をしないように、次の世代に語り継ぐことが使命だと思い、82歳の時に戦争の思い出を文章にまとめました。この日はその中から空襲の時に左耳が聞こえなくなったことや、戦死した優しかった兄の思い出などを語り、訪れた人に平和の大切さを呼びかけました。爆弾、焼夷弾がその時にはまた夏には近所の人たちに、近所の子供たちに、月ヶ瀬村で生まれ、家族と共に大阪に転出して、学校の卒業後は、コミュニティカフェスマイルでは今年4月に10周年イベントを企画しているということです。